メリークリスマス。今日はクリスマスイブ。はい。皆さんはどんな一日をお過ごしになりますか。朝ライフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。サンタさんも着替え中です。準備しています。はい。というわけで今日は。と明日、はい、クリスマスの丸鶏チキンの会と言いますよね、はい、そうですね、毎年恒例の恒例です、はい、丸鶏を皆さんが焼くという、うん、焼いて美味しく食べるという会でございます、はい、そしてケーキのデコレーションを楽しんでローストチキンとクリスマスケーキでクリスマスを楽しんでいただくというそういう会でございます、はい、で去年からねちょっとコロナのせいコロナのせいって言うけどコロナの影響でやり方を少し変えてるんですよ。そうですね。ちょっと説明してもらいましょうか。会場来ていただいて、まあ、各ご家庭お一人限定にさせていただいて鶏をね処理していただいて洗ったり味付けをしてオーブンに入れたらちょっと一度こう退出していただいて全館換気をしてそして、まあ、途中でいろいろ魔法のタレとかこう肉汁かけたりするのは私たちさせていただいてその後1時間焼き上がりをまた取りに来ていただくというケーキの方でケーキの方はケーキセットを渡しして私が YouTube で限定公開参加した方への限定公開で、デコレーションの仕方をお話ししているので、ご自宅でその私と一緒にケーキを作っていただくという企画になっております。はい、でまあ、感染対策しっかりしつつ、昨年同様開催できたことに感謝申し上げま す、本当にありがとうございます。まあ、それでもねちょっとやっぱり人数を制限せざるを得なかったということでキャンセル待ちしていただいた方、ね、まあ、そうですね、もう本当に申し訳なく思います。私は丸鶏もねいいものをね特別に回してもらったんですよね、そうですね、ここからですね、なので、また来年コロナの影響で養鶏業者の方々がもう営業される方が多かったんですね。それでチキンが足りない、もう圧倒的に足りないということで開催もね、ちょっと危なくなったなと思ってましたけどね、もうおかげさまで、はい、とてもいいチキンをね、特別に回してもらうことになったんです。なので、きっと皆さん、今ね美味しく今日24日今日参加していただいた方は美味しく食べていただいているかいたんじゃないかなと思っております。はい、で参加できなかった方ちょっと遠くだとか、まあ、どんな会をやっているんだろうっていう方のために今日はそうですね、ホトちゃんがカメラを回しておりますので、はい、まあ、ちょっとダイジェスト版ですが初日の模様をご覧いただきたいと思います。はい、ではどうぞ、 はい、24日クリスマスクック会スタートです。はい、恒例のおとちゃんのイラスト付きです。ソリに乗って今日はプレゼントを運んでいるんですね、サンタさん。私も来るかな。はい、今チキンの、準備をしているところですね。さあ、リエ先生が何してるかちょっと見てみましょう。おっと、これは何をしてるんですか。チキンと一緒に焼く香味野菜を準備しています。ローズマリー、セロリ、ニンジン、玉ねぎを一緒に焼くんです。あと、ニンニクと塩とコショウ、塩コショウ使いますね。はい、香りが豊かになります。はい、あとこちらにはチキンがまた並んでいます。はい、こんな感じですね。さあ、美味しく焼いていきますよ。これをあちらのオーブンで楽しみです。これは協賛企業様からいただいた参加の皆さんへのプレゼントです。日の出みりん料理酒いただきました。おせち料理にいかがでしょうか。
アサヒ飲料さんカルピスいただきました。ありがとうございます。ミニレシピリーフレット付きです。はい、中身どんな感じなんですか。あら素敵ですね。カルピスのお話が載ってると、あ、レシピがいっぱい、はい、楽しみ、はい、サラダクラブさんサラダのトッピングセットいただきました。すごい綺麗な袋詰めですね。はい、担当の方が心を込めて袋詰めしてくださったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、こんなメリークリスマスのシーンも貼ってくれて、お忙しいのにありがとうございました。ありがとうございます。はい、クリスマスクック会スタートしました。これを皆さん洗ってこれに塩、ニンニク、胡椒、香味野菜と一緒にオーブンで焼いていくんです。洗った後はこうやってチキンを切ります。優しく見ていてください。はい、チキンを取り出すのはこうやって塩と胡椒をしっかり入れ込みます。美味しそうですね。はい、しっかりと塩とペッパーを取り込みました。これを上に乗せて焼いていきますよ。楽しみですね、焼き上がりがね。大きなオーブンで、今これは焼き増しのチキンです。たっぷりと表面に油を塗ってパリパリに焼けますね。下の方がいいね。うん、表面はパリパリ。あとはしっとりジューシーに味わわります。はい、下ごしらえの終わったこちらチキン、これからオーブンに入ります。さあ、焼き上がりが楽しみですね。もう第1弾が入ってます。まだまだこれからですよ。オーブンに入りました。はい、はい、はい、じゃあ30分経ちましたので2段目、オーブンから2段目出します。はい、うわー、すごい、この1回目途中30分焼けたところでちょっとこう焼けた汁を皮のところに旨味を乗せます。すごい、この油の黄金色見てください。これね、あんまり塗りすぎるとね焦げちゃうから、皆さんの式に普段普通だったら皆さんがここを作業を一緒に行うんですけど、今年は私が代わりにやっております。はい、焼き上がったものをそれぞれにしていただく。普段はね、この焼いている間にケーキのデコレーションをやるんですよ。そしてこれが秘密のタレを塗ります。これね、これを塗るとまた劇的に、焼き色もねすごい良くなります。そう、いい色と香りが良くなります。はい、丁寧に塗りたいと思います。素晴らしいね、チキンがね送ってくださったんで、すごい今日朝届いたんで、もう本当にね、もうフレッシュですから、もう本当に美味しいと思います。もうこの肉汁が黄金色なのが伝わるかな、皆さんに。これ冷凍肉じゃないんですよ。冷凍したものを解凍しているものではなくてフレッシュなんです。だから美味しいんです。ここからあと30分焼くと、もうプリプリのプルプルになります。はい、焼き上がったものも後でご覧いただきたいと思います。はい、はい、OK、はい、はい、いきます。はい、あと30分。はい、第2瓶を、今どうですか。一番、あー、すごい煙、煙というか、どう、いい感じ。いい感じです。あ、焼けたんじゃないでしょうか。はい、いいですか。はい、はい、すごい黄金色の、もうやっぱり肉汁が。じゃ、こっちに行く。すごいですか。すごい、
焼き上がりました。美味しそうです。美味しそう。入らないかな。皆さん、そうですね、美味しそうに焼けましたね。ケーキのお持ち帰りセットも準備しています。こちらはお家に帰って限定公開の YouTube で私が作り方をお話ししているので、そちらを参考にお家でデコレーションを楽しんでください。今年もお土産をたくさんいただいております。日の出みりんさん、朝日飲料さん、サラダクラブさん、ありがとうございます。ケーキに塗るクリームも冷蔵庫でスタンバイしています。チキンの会、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、はい、明日もね、はい、今回ちょっと2日間だけですけれども、はい、盛りだくさんのそうですねクリスマスにしたいと思っております。参加してくださった方はね、楽しい夜を過ごしていただけるように、はい、私たち夫婦も力を合わせて頑張りたいと思います。はい、それでは阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。また明日メリークリスマス。はい、無事に24日のチキン終わりました。夫が書いたサンタさんです。みんなに今日は素敵な夜を届けてね、サンタさん。ありがとうございました。